はい、この動画はですね、俺が皆さんの質問に次々と答えていきます。はい、次の質問、斉藤あゆみさん。はい、斉藤あゆみさん、質問です。ディズニーストアのホームページでもマーベルのグッズが売られたり、アメリカのディズニーワールドでもマーベルのアトラクションができたりしていることに梅さんはどう思いますか。またマーベル映画は見ますか。私はディズニーもマーベルも好きなので、スターウォーズのようになったらいいなと思ってます。おー、いい質問だね。何がいいって、私は好きなのでっていう自分の意見言ってくれてるところがすごくいい。はい、マーベルですね。はい、マーベルは好きなんですけど、好きなのはぶっちゃけスパイダーマンだけですね。スパイダーマンはトビー・マグワイア版、ソニーピクチャーズが昔10年前かな、あの時作ったスパイダーマンの1、2、3はブルーレイ持ってます。で、リメイク版はブルーレイ持ってないんだけど1回だけ見ましたね。やっぱサムライミ監督のトビー・マグワイア版のスパイダーマンはすっごい面白かったね。なのでマーベルね、でもスパイダーマンやっぱほら、ユニバーサルスタジオにさ、スパイダーマンのアトラクションもあるし、ユニバーサルと仲がいい感じがしてるので、これどうなるのかちょっと複雑だよね。でも俺もパークの方にスパイダーマンとかそういうマーブルキャラがもっと来てほしいと思ってます。アメリカではアイアンマンとかキャプテンアメリカのグリッティングやってたよね。やっぱ俺もね、アメリカ文化が好きなので、やっぱりまあ好きっちゃ好きですね。で、スパイダーマンしか知らないけど、まあ、アイアンマンとか、まあ、ハルクとかキャプテンアメリカとか、まあ、一応知ってます。で、今年あったさ、シビルウォーってあったじゃん。シビルウォーも本当は見たかったんだけど、シビルウォー見る前にちゃんとアイアンマンとかキャプテンアメリカとか順番見ようと思ったら見逃しちゃってなんでいつか順番にちゃんと見たいとは思ってます。はい、あとスパイダーマンが大好きです。で、俺ユニバーサルスタジオのあのスパイダーマンのアトラクションも本当大好きなんで、あと映画のスパイダーマンも大好きなんで、そうですね、ディズニーランドでもね、スパイダーマンのアトラクションとかグリーティングとかできたらいいなって俺も思ってます。はい、斉藤さん、質問ありがとうね。これはすごいいい質問といい意見でした。私も好きですって書いてあるところがすごくいいし、すごくいい質問だったと思います。また皆さんもこういう質問お待ちしてます。はい、じゃあ次行きます。